過去と他人は変えられぬ未来と自分は変えられる自分を変えて相手が変わる究極の運命改善の人間学学学問道徳学モラロジー今日も共に学んでまいりましょう今日の講義のテーマは正義的道徳のの精神とその作用精神というのは心のありようですね。 その心のありようがどんな作用を人間関係や自分自身に与えるのかそのことについて学びますさあまずこの言葉ですね「正義的道徳」という言葉がありますけどここを丁寧に読み解いていきましょう。「正義」というのは辞書で調べると「正しい道理」「人が従うべき正しい道義」このように書いてあります。つまりこうあるべきだ こうなくてもならないと一見言うような事柄ですよねそして道徳とは何だったでしょうか道徳とは人を益し喜ばすにはどうすることかを思う心が道徳なりですねつまり道徳というのは人の役に立つとか人が喜ぶというようなことを自分自身が積極的に行おうというそういう心その心自体がもうすでに道徳 でああるという考え方がこの道徳科学モラルジーにありますではその正義的道徳ってくっついたらどうなるんでしょうねつまり正しい道義正しいこうあるべきだというようなこととそれが人の役に立つと思ってやるという時に非常に気をつけなければならないことがありますよというですね重要な内容です。 このことはもう本当に多くの人がというよりもほとんどの人に当てはまる内容じゃないかと思いますぜひしっかり聞いていただきたいと思いますまたこの内容は詳細からテキストをダウンロードすることもできますのでプリントアウトしてご活用くださいさてそれではまず文章に入りましょう正義的道徳とは正義の目的を達するために 正義を方法として進み行く道徳を言うのでありますという一文がありますゆっくり言いますね正義の目的を達するために正義を方法として進み行く道徳を言うこれどういうことなんでしょうつまり何か物事か出来事があってどちらかが正しいね。例えば私であればおそれおかしいんじゃないかと思うようなことがあってそれ間違ってるよねというふうなことがあって それを正そうとするとか伝えようとするときにこれは一見その相手の相手のためになることだというようなことってよくありませんかまさにこれですよね一見それは相手の役に立つとか相手のためになるっていうことはこれ道徳の一つですよねけれどもそこに正義というこの方法を取るときに 気をつけなくちゃいけないことが非常にあるからねって言うんですね。では文章を続けましょう。すべて、正義を実現しようという目的は善であるが、そうですよね。正しいことを実現しようという目的は善ですよね。その実現の方法に至っては、正ならざる者が多いのが社会の現状ですから、正義を実現とするものは、常に、 一歩を相手方に譲りて犠牲的に進まねば争いが起こるのは当然であります」と書いているんですね。ここれどういうういとでしょうねつまりこういうことですね。正義を実現しようおかしいということを正そうということ自体はそれは善である。けれども世の中世の中のには その正義を実現しようとするときに気をつけてくださいとその実現の方法に至っては気をつけないといけないのは聖ならざる者が多い非常に多いから常に一歩を相手方に譲りてってっどういうういことなんでしょうね相手方にもこれはカーネギーのね「人を動かす」の中にもありましたよね「相すっとにも五分理を認めろ」。 なんていう話がありましたけども相手にとっても相手にも相手にとって正しいと思う理屈で進んでるわけですからあななたそれれ間違っててるよと言わわも相手はからないだから犠牲的精神犠牲的精神犠牲的に進まねば一歩相手に譲ってしなければそこでぶつかり合うのは当然だって書いてあるんですよ。 ところがその後ですね「常に正義によりて進まんとする人は正義心の強い人ですね正義によりて進まんとする人は正義の手段を取ることが無常の道徳であると誤解しておるのであります」って書いてあります。こうあるべきだとかこうなくてはならないよねと考える人は正義の手段ねつまり正しいんだよこれが,おかこれがね 正しいんだよ。これおかあなたが間違ってるんだよ。というやり方を取ることが無常の道徳であると誤解しておると書いています。つまり、それが相手にとってやね。相手のためになると思ってるって言うんですよ。実際にそうなることもあるでしょうね。しかし、そうなるには。原理原則に従っていかないかんよっていうことなんですよ。ここなんです。ここを読み取らないとダメなんですね。 その時にこう書いてますおよそこの類の人どういううこことでしょうねこの類の人というのは正義を主張しておかしいね私は間違ってないあなたが間違ってるというような正義心の強い人ですねおよそこの正義心の強いような人は自分は通常正義を守りて人を犯さず、ね、通常正義を守りて人を犯さずつまり人に迷惑をかけないっていうんですよ 職務その他すべて自己のなすべき義務を行うてお、ね、行うて怠らぬであります。これどういうことでしょうね。つまりねできる人が多いって言うんですよ。いろんなことをきちっとできる人が多い。できる。自分に厳しいでしょうね。厳しいがゆえに人にも厳しくするって言うんですね。そしてその人に厳しくするということは無常の道徳であると誤解しておるって書いてあるんですよ。それ何がおかしいんですかって。 思いませんんかこれなんですその形上間違っていることを正そうとする行為自体は善であるでしょしかし「誤解しておる」という言葉が出てくるということそれ間違ってるということでしょう何が間違ってるんでしょうここなんでここ大事なところなんですね。そそそののののの正正義心心強いい人の特徴をその後にこう書いてますその心正直潔白 その人の人正義心が強い人の心って正直で潔白、ね、強いて妙理を求むることなきゆえいわゆる地位や名誉そういったものをね求めることはねあんまりないっていう人が多いって言うんですよだから清濁合わせ飲むの画量なく画量って何でしょう大らかで人を受け入れる性質がね貧しいって言うんです。 ところが自分自身は正義心が強いからこれはおかしい間違ってるということを容認することができないから、ね、かかる人は往々にして他に思いやりの心が薄くなり深き同情親切心なくその心孤立して寂しく。 例えば水清くして魚すまずこれどういうことでしょうねあの綺麗な水のところって実は魚住んでないって言うんですよ土清くして草木生ぜず清いね土っていうのは実はそこにいろんなね木を育てるような養分とかバクテリアとか虫がいないから草木が生えないって言うんですどういうことでしょうこうなくてはならないとかこうあるべきだという正義心の強い人っていうのは結局人が 集まってこなくなるって言うんですよじゃあどうしたらいいんでしょうね何がおかしいんでしょう何が間違ってるんでしょうね。これが重要なところなんですよつまりここですなぜそうなるのかその後中略の後ですすべて世の中は聖ならざる者をはなはだ多くしてね。 正しいと思うものはね正しくない人が多いし未熟な人間ばっかり損得で,、ね、で物事を考え善悪で考えないそりゃ当然そうなんだみんな人間最初そうなんだなぜならみんな未熟で、ね、不完全だから口に正義を唱うるも内政内心不正のものが多いのですから正義に立脚して事を処理せんとすればこれどうですか 口でではみんんないいことを言ってるんですよ「ありがとうございます」ね「おかげさまで」とか言ってるけれども実は内心はいろんなね正しくないことをやってる人間が多いから正義に立脚してことをそよりせんとすれば他の不正の者のと争うに至るのは当然でありますってこれどういうことでしょうね。つまりあのー、いろんな世の中にね問題って山積してるじゃないですか。 そしてねそれをね自分が発見してさも口う絶のやからって言うんですよな、ね、こういうのねこれ実はね私も昔言われたことがあるねこうのやからになるなと口うっていうのは口下。ね。だけどね正義心で人を斬るっていう人は同じなんですその一点の悪いところだけを見て間違ってるって 全体がおかしいという見方しかできないような、それもまたおかしいって言うんですね。そして大事なことがあるんです。大事なことが、それは何かというと、こういうことなんですね。ここで処方箋が出てくるんですね。自分を変える、だどう自分を変えたらいいのか。他人の欠点を見つけたら、これを補充するという考え方を持て、 邪を破らずして相手に誠意真心を移し植えるという行動をせよという言葉なんですねこれはどうなんでしょうつまり自分にも理屈があるように相手にも理屈があるということを理解しなさいって言うんですねそれがプリントの2枚目ですなぜ喧嘩が絶えないのかというこの広池竹郎の 弟子の一人、中田光先生という人が事故の体験の中で書かれているんですね。なぜ喧嘩が絶えないのか。先生はね、ねこれ広池竹郎先生のことですけど、今この世の中で道徳道徳とみんな行って奨励しておるが、結局人間が他者と喧嘩することになってしまっているって言うんですよね。なぜでしょうね。それはその4行目に書いてある、両者ともに。 理屈があるからだって言うんですよ例えば労使問題会社の雇用関係では働く側の方にも理屈があれば経営者の側にも理屈がありますどちらにも理屈があるのですその理屈があるから解決がつかんのですそこに正義が加わるからさらに喧嘩になる私は間違ってないあなたがおかしい その理屈というのはどういうのかと言いますと結局自分本位という精神作用がお互いにかかっているからなんですよね。何も人がどうなる相手がどうなる相手を幸せにするそんなことは考えていないただ自分のことだけを考えている自分が実は認められたいためにそういうことをやっていた。 正義の主張をする自分に酔っている。これ言われましたね。私も。君は正義の主張をする自分に酔っているんじゃないか。これはきつい一言でしたね。しかし、どうでしょうね。どうでしょうね。こうなくてはならないよ。いや、あなたこれ言ってることおかしいよっていう時に立ち止まって考えてみてください。あなたの心に。 相手を本当によくなってもらいたいというようなそんな心があるのか慈悲があるか愛があるかねえないねえそれがこの問題なんですよこの問題なんです結局自分本位というその自分というものを利己心自分の利益だけ考えるような心が作用していて 正義の主張をして道徳を行ったとしても絶対に争いになると言ってるんですよ。 この中に風呂風呂のね話が出てきますけど熱い湯が好きな人ぬるい湯が好きな人どちらが本当でしょうかってその二人が一緒に風呂に入ったらどうなるでしょうかもっと耐えてくれっていやもっと埋めてくれと中で喧嘩が起きますよそれは何でですか自分だけを尺度にして自分の立場だけを考えてもっと熱くしろもっとぬるくしろと言っているのですっていうことなんですね世の中はみんなそれです 人の幸せなどは考えていない、相手を成長させようなどということは考えていない、自分のことだけを考えている。これが人間なんですよね。これが人間なんですよ。ここをね、理解できると、ああそうか、自分にもそういうところがね、潜んでいるかもしれないなと立ち止まることができた瞬間にもう人は変わってます。 そうした時にああ自分もねそういうところがあるのかもしれないなと思った瞬間に相手にかける言葉が変わり毛穴から出るねオーラが変わり雰囲気が変わることによって相手が変わる。あすみません私も間違えてました。ね、だから本当にね大事なことって今いろんなねメールとかメッセージとかがあの、ね、気軽に便利で 簡単ですけれども大事なことって本当はあって相手の顔を見ながらね相手の気配を感じながら話をしないと文章でこれを伝えようなんて不可能に近いですよねそれがここに書いてあるんですそしてこうも書いてあるんだ両子は相争えば一個は傷つき一個は死すつまり二頭の虎が戦えば 一匹の虎は傷つくが一匹の虎は死ぬぞ一匹の虎が死んだとしてももう一匹も傷つくぞって言ってるんですね愛争う人間の運命みんなこれだって言うんですよ。みんなそうだだから正義によりて不正を律し、敵を倒せば自分もまた倒れぬことはできぬのですって書いてありますつまり正義の主張には慈悲がいる一歩譲って 相手の理を認める相手の理屈もあるんだろうなというふうに考えながらそして相手に対して育てよう相手に良くなって本当にもらいたいなという気持ちが根本にあるのであるならば他人の欠点割れこれを補充する邪を破らずして誠意を移しえるというようなものの考え方ができるはずだというんですね。ここのの心の持ち方を変えることができた瞬間に 相手は変わるって言うんですね他人の欠点は我これを補充する」2枚目の最後に書いてありますが従来の道徳つまり良いことと思ってやってることは他人に欠点あらばこれを暴露して攻撃するかもしくはやむを得ず自己これを補充することがあったとしても不平不満かつ悪口を持ってこれに報いるがゆえに虚なしく労して何の得もできぬ。 のでであありりまますすすと書いいてあります気をつけたいですねもし人間関係でうまくいかないとか相手になかなか伝わらないとか逆に相手に伝えたいけれどもどうしたらいいかという時は是非皆さん他人の欠点我これを補充する「じゃ」を破あずして相手に本当に良くなってもらいたいなということを目を閉じてじっと考えた上で相手に伝えてみませんか そうすることで、人生の運命が変わって人生が変わる。それがこの道徳科学、モラロジーですね。今日はここで終わります。またお会いしましょう。